金ヶ崎町城内諏訪工事は岩手県伊沢郡金ヶ崎町にある重要伝統的建造物群保存地区。金ヶ崎町西根の一部、東西690メートル、南北980メートル、約34.8ヘクタールの範囲である。仙台藩の建市は、領内に21の要害を置きたい新華新に収めさせていた。仙台藩城伊沢郡西根村にあった。 金ヶ崎溶岩はその一つであり、北上川と伊沢川の合流地点北西の絶上第地上にあった。北上川伊勢では、領内の最北で森岡藩との境に位置していた。保存地区は、そのかつての溶岩と武家地のほぼ全域にあたる東西690メートル、南北980メートル、面積約34.8ヘクタールの範囲が選定されている。 北上川に沿って、溶岩を取り囲むように、武家地、南北に走る欧州街道の南北両端に、足軽屋敷、中央部に町人地が形成され、溶岩は樹木帯によって、周囲の河川や田園地帯とは、明確に区画される。金ヶ崎溶岩の骨格は、寛永21年に違法された大町貞頼によって整備されたと考えられる。保存地区は、 武家地内の工事はほぼ江戸時代のままで、鍵型や姿、型、弓型の道路を組み合わせ城下町特有の形態を示している。各屋敷地は沢良日場の生垣で区画され、北西方向には江船と呼ぶ杉の屋敷林をはじめとして様々な樹木が植えられている。武家住宅は寄せ棟造りかや武器の建物で、 工事に沿った池垣とその背後の屋敷林の合間から、武家屋敷の大きな屋根が見える景観は、当地方の武家地の典型的な姿をよく伝えている。宿命省、金ヶ崎町城内諏訪工事種別、武家町選定年月日、2001年6月15日選定基準、伝統的建造物群及び地割りがよく球体を保持しているもの面積、34.8ヘクタール。 ありがとうございます。